はい、まじろうです、今日はね、外は雨が降ってます。まあ桜もね、この雨に打たれて少しヨレヨレになっちゃうのかなとね。明日明後日はね、曇りということですから、まあ、できればね撮影に行きたいなと思ってるんですけども、まあ曇り空にね白いソメイヨシノっていうのはね、こう生えないもんですからね、撮りづらいんですよね。まあ、それでも降らなければね、少し外出ようかなとは思っています。まあそんなこともあってね、このところずっとこの、今画面に出てるね、YouTube のマイチャンネルをね、ずいぶん整理してきましてね、まあちょっと YouTube の見方をね、こう説明しようかなと思っています。YouTube やってる人はね、使い方よくわかってるんですけども、まあ、見るだけの方はね、意外とね、ご存じないことが多いんですよね。でまずね、この画面はね、まあ、チャンネルを登録された方が見る画面なんですよね。ですから、最新のアップ動画がここへ来てるわけですよね。でその次、その次、その次とね。その登録されてない方ね、新規の訪問者の方っていうのはこちらの画面ですね、スタジオ万次郎 PV ね、PR ビデオがねここに出てくる、まあ、代表的な動画をね、少し、編集したものをここに上げています。まあ、できましたらねこのチャンネル登録をしていただいて、まあ、こちらの画面で見ていただきたいなと思ってるんですけどね。でまあ、見方としましてはね、オールド連山トークはもうこのリスト化してあります。まあ、ずっと見ておられる方はね、まあ、最新のアップをね、こう見ていただければいいんですけども、まあ、前々のやつをね、見るとなると、このリストをね、クリックしていただくと、追加日順にね、まあ、新しい順にこう並べてあるものですから、最初から見るっていうのは難しいんですよね。一番ね、プロローグから始まるんですけども、まあ、手動でね、こう見ていただければいいんですけども、まあ、1話完結なもんですから、まあ、自分のね、このオリンパスの随行の話とかね、私の愛機 GH4 とかね、私の選んだ6つのおすすめオールドレンズとかね、まあ興味のあるところをねピックアップして見ていただければいいのかなと、そう思います。その次には、最新のおすすめ動画ということでね、私のまあおすすめ動画をね22本ここにね入れてあります。どんな動画撮ってるのかなというのね、見ていただきたいと思いますね。その次がオールドレンズの試写作例ね。まあこれでね、いろんなレンズの試写作例ここに挙げてありますので、まあ、テスラどんな感じかなとかね、ヘリオスどんな感じかなとかね、コムラどんな感じかなとかね、まあ、そんな形でね、探していただければいいかなと。で最初の頃はね、写真のスライドショー的な感じでね、和製ズミクロね、ニューニコール F2.0 出力とかね、まあ最新の方はね、動画になってますけどね、はい。最後のリストがね、シンプルショートビデオということで、まあ簡単にスナップ的にね、撮った映像をここに並べています。まあ、最近ね、この神様の降臨みたいなね、ちょっと有限な映像が撮れたもんですからね、少し編集してね、載せています。はい。まあ、そのアップロード済みのね、順にこう、ご紹介してありますし、高く評価したとかね、これ他の方の動画ですよね。私があのいいねボタンをポンと押すとね、ここ自動的に入るんですよね。で私の動画の人気アップロードということでね、
見られた順にねこう載っています。で一番見られてるのはおまんと祭りですかね。から広島呉港から松山へのフェリーの旅、これはね関係者の方がね見てるのかなんか知らないですけど、ずーっと見られてるんですよね、2年前からね。でそのうちこのおまんと祭りをねひっくり返しますよね。必ずもう毎月毎月300回ずつぐらい見られてるのかな、もう平均的にそんな感じでね伸びてる。それからその次がまあソニーアルファ6500のね、カメラネタの動画ですよね。これはカメラネタの動画やるとねすごく見ていただけるんですけどね、まあ、他の方たくさんやってますのでね、まあ、私はね、まあ、気が向いた時にやるということなんですけども、で先ほどのねスタジオ万次郎のね PR ビデオが来てますね。まあマイチャンネルのね、概要はこんな感じなんですけども、もう一つねここにリンクの場所がありましてね、私のツイッターね、ツイッターを押すと、ツイッターのタイムラインに飛ぶということになりますね。うまくできてますよね。から Google プラスはちょっとよくわからないです、勝手にこう出来上がるんですけどね。からアメーバーのブログね、これはまあ、YouTube で上げたものとね、それから日々雑感みたいなものをこちらに、アップしています。で最近始めましたね Instagram、 面白いですよね。この画面構成も随分洒落てますね。シンプルでねいいですよね。この四角いスクエアのね写真っていうのがね、なんともこう写真カタログみたいに見えてきますよね。私もねこれ情報系でも載せてはくれるんですけども、実際にアップしてるのは四角トリミングしてね、このままの写真をアップしてます。この並んでる姿がすごく気に入ってるんですよね。ね、アップした写真もまず四角ということですよね。まあちょっとね、写真もね、昔はよくやったんですけども、面白いなと、ね、思いまして、このインスタグラムを始めました。それが最後にね、YouTube のマークがもう一つありましてね、これを押しますとね、私のサブチャンネルね、ジャパントリッププレミアムコレクションね、これはねメインチャンネルで、ご紹介した動画をね、再編集したものですよね。再編集して、タイトルを全部英語にねアルファベットに直して、まあ、外国人の方が見やすいようにね、編集してあります。だからメインチャンネルよりもねこちらの方がね綺麗な画像になってるんですけども、ただね、このアカウントがね、一回消されちゃったもんですからね、その後でね、せっかく 4K で撮ったものがね、なかなか 4K で映ってくれないね、不具合もね、残ってますね。後遺症みたいなものがね。まあ、ちょっと YouTube っていうのも神経質なもんですからね、突然アカウント廃止みたいなね、まあ、一応文句言いましてね、そんなことやってないよって言ってね、なんかコピーサイトと間違えられたみたいでね、自分のやつをこう編集し直したのを載っけてるだけなんですけどね、他人がコピーして使ってるんじゃないかというふうに間違えられて消されちゃったみたいですよね。はい、これがね、私のマイチャンネルの、全体像です、ね。ぜひ登録していただいてね、このリストを活用してね、見ていただきたいなと、そう思っております。はい、万次郎でした。